前がね。こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは、ギョテイナです。痛い、ちょっと髪の毛長すぎて。そうなんですよ。そうなんです。なんかドボンが今日の、あれ今日だったかな、どうだったかなに、なんかもう私の何あれが消えちゃったかなんかで、なんか本当は今日までじゃないですか。だから今日の夜までかなと思って、なんか夜にみんなでドボンを一緒にやろうって思ってたんですよ。そうだったんですけど、残念ながらなんか終わってて、私のやつが全部。そうなんかそれでってなって、でキレイちゃんって、そう悲しい。そう、ウィバース15時まで で、 そうなんで、プラメが明日の明日の11時違う13時だったかな確か。あ、11時、59分だそうです。11時59分は11時59分か。うん、11時59分です。だからそうなの。そうな、やばくない？そうなんですよ。ね、順番にもう全てのなんか AKB のものが、なんかそれこそグッズでさ、ピアーリーの、ピアーリーのカラコンインクの衣装の生写、私いないですからね。あと野菜の生写もいなくて、あの野菜撮った時私はまあ、いる予定だったから、あの野菜のやつ撮ってるんですよ実は。そうだけど、だって載せたじゃん、だって公式のやつの TikTok にもうち載ってるしさ、でうちも写真さ載せたじゃん。そうそうそう。でアクスタがね今日かな、販売になったんですけど、私いるんかなと思ったんですけど、やっぱりその販売で到着するその予約期間に私がもういないからっていうので、私がもういなくて野菜のアクスタ。そうなんですよ。玉ねぎがなかったから、玉ねぎないって私おらんやつだと思ってアップにしてみたら私いませんでした。だからもしかしたら、もしかしたらとかじゃないけど、シンプルに多分撮ったけどまだ時期じゃなくて、あの出してないやつ衣装とかありそう多分。あ、どうだろう、でもそろそろなくなるかな。この間みんな
生写やってて、私やってないからどうなんだろう。なんかでもあるのかな、なんかでもありそうな気もするよね。ないのかな。あ、でももうないかも、もしかしたら。うん、あ、ないかもな。この野菜のがだね。うん、この JK みたいなやつものね、あるからね。あ、でもないわ、ないない、一応だね。そうだね。そうだからもう結構いろんなものから私が消えてってる。壁車は外してないので、なんて言ってんの、あ、ザックさんタワーありがとうございます、ありがとう。そのあのなんだっけ、壁車はその卒業したら外すんですけど、あの外しの儀はやってなくて、ね、なんかね、どういう位置関係かって言ったら、ひーちゃんみたいな感じですかね。ひーちゃんが2年会津湾行ったじゃないですか。あの時ひーちゃんは壁車外してなくて、ただ写真が更新されてない、ずっとひーちゃんだけ昔の写真だったじゃないですか。あんな感じです。私たち3人は別に卒業じゃないから、置いてはあるんだけど、別に壁車が更新されるわけじゃなくてみたいな。ひーちゃんもそうだったと思うんですよ。でも扱いとしては同じ扱いかな。あの外しの儀はやってないので、私はい、外しの儀はやってないです。ボムジンミューディーさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。そうだから私もちょっと分かんないですけど、その辺に関しては正直。ただ私はその壁車を外すっていう行為はやってないです。なので多分一応あるにはあるんじゃないかなとは思ってはいるんですけど、ちょっとその辺わかんない。その今までのイズリナさんだったりとかがどういう感じになってたのかがちょっと私記憶にないので、ちょっとその辺あんまりわかんないんですけど、うん、どうなんですかね。ちょっとよくあんまりわからないかな。しんどさんタワーありがとうございます、ありがとう。あ、ラバさんタワーありがとうございます、ありがとう。え、チケシーさんありがとうございます、ありがとう。あ、マーニョンさんありがとうございます、ありがとう。あーさんタワーありがとうございます、ありがとう。嬉しい、嬉しいけど、これタワーとかどうなんだろうね。私 AKB じゃなくなっちゃうから、これタワーもらえるのかな。どうなんだろう。そんなもう本当にもう無理しなくて。あ、ニケオさんとありがとうございます、ありがとう。ナッティさんとありがとうございます、ありがとう。
このアカウントがなんかね、いろいろとね、最終聞いてたお話とね、結構2点3点とかいろいろあって、ね、アカウントね、結局ね、引き継ぎは一応できるんですよ。ただその引き継ぎとしてなんか引き継ぎとしてもしやるんだったら6月2日以降になります。そうそうなの。なんか引き継ぎのなんかなんて言ったらいいんだろう、設定って言ったらいいんかな。で6月2日以降になる。ただ AKB じゃないです。だからただもう毎日アイドルは今日でやめるので、もう AKB で毎日アイドルだったので、 AKB48 になってからは毎日アイドルは続行はしないので、まあこれからやるとしてもたまにっていう感じかな。でどっちかって言ったら、まあそうですね、ショールームに関しては世界ってよりかは結構こう見る人が割と日本人っていう感じらしくて、そうなんです。でこう例えばマレーシアにいた時にマレーシアのファンの人たちとか、そういうファンの人たちに向ける配信をするのであれば、TikTok かインスタライブの方がいいですよっていう風に言っていただいたので、そうですね、まあたまにインスタライブとか TikTok ライブとかも、私インスタライブも本当やらないし TikTok ライブもやったことないんだけど、なんかそれもうなんかちょっとやってみたいなって思ってる。あ、ニキオさんタワー2つなんですか。いやー見えなかった、ありがとう。そうなんかどうなんですかね、なんかわかんないです。私もそんななんか詳しくないからわかんないですけど、ただやっぱりある程度認知がないと結局はっていうところが、まあ結局一緒なんで、そうまあなんかそれは結構なんて言うんだろう、なんて言ったんですかね、臨機応変に結構こうやっぱりやっていかないと、結局なんか TikTok は TikTok の世代の人たち、インスタライブインスタライブの人たちとか、こう結構このジャンル分けっていうか、なんかそういうのがあるじゃないですか。そう、うえーなんかすごいの来た、10万 G ってやばいんじゃないこれ、ザックさんのやつ、すごい10万、ありがとう、嬉しいけど、そんなとこに、そんなとこにとか言っちゃいけんけど言っちゃいけんけど、そんなとこにお金使わなくていい、いいのに、ありがとう。いやそんななんか、ちょっと、いやめっちゃ嬉しいんだけど、もったいない、あもったいないよとか言っちゃいけんけど、もったいないもったいないよ、嬉しいけどありがとう。大丈夫そう、いや大丈夫そう。私なんかこう、いやすごいファンの皆さんの結構金銭面めっちゃ気にしてて、いやなんかこう自分が言うのも本当申し訳ないな話なんですけど、5月がもう本当になんかすごい、マレーシアに行くかなっていうのですごいたくさんイベントが入ってたんですよね。いや入ってたじゃないですか。そうだから結構みんなきついきついって言ってたから、そう結構ね、いろんなものだったりとかが結構あったから、結構金銭的にねきついって言ってたから、大丈夫かなって結構思ってたんですよそう、だからさ、全然いいのに、もう体力欲しきつかった、体力的にきつかったってことかな。嬉しい、ありがとう。だけどすごいもったいなかった。それでもレシア来れたよ絶対、10万でしょ、1回分いけたよ1回分。
ありがとう、本当に。そんなみんな無理しないで、そんな無理しないで、大丈夫だよ。そんなこれだってもらえるかもわからんしね。嬉しい、ありがとう。そうなんですよ。まあでも今日でね、毎日アイドルは本当にやめてしまうんで、なんかすごい不思議です。だってね、高校3年生からまあ振り返りとしたら、じゃあもう振り返っていきましょう。待って、どうしたらいい、どっから喋っていこうかな。でもじゃあ逆に行ってみようかな。ワイマツさんとありがとうございます、ありがとう。逆に行ってみようかな、逆に。とりあえずキンキンでね、そのこそそれこそ昨日ね、私配信ちょっと家帰ってくのめっちゃ遅くて、23時半過ぎてって、すごい遅かったからね、いろいろな、マックスエイトさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そう、昨日ね、メグさんの卒業公演出させていただいたんですけど、まあ、ちょっといろいろあって説明っていうので、その日の配信がこう終わってしまったんですよ。だから、まあ、ちょっと振り返る前に、昨日の振り返りしてからのね、からの私の振り返りをしていこうかなっていう風にちょっと思うんですけど、昨日のね、そのメグさんの公演、私もうゲストとかじゃなく、一部とかじゃなくてガチフルで出させてもらってて、何にも振り返りっていうか感想を言えてなかったので、そのこういう経緯で出たんですよっていう説明で終わっちゃったので、それをちょっとね、とりあえず皆さんもね、いろいろ聞きたいだろうし、感想とかもね、なんですけど、そうなんですよ。で、昨日の公演で、頭だと摩天楼で、私は君に会うたび恋をするをから出たんですけど、君に会うたび恋をする、私それこそ2人公演、コロナの時の2人公演ぶりにやったんですよ。超久しぶりにやって、でメグさん今回ユニット以外全部フル尺だったんですよ。だからファンの人もきっと、え、フルって思ったと思うんですけど、フル尺で、そう、久しぶりにやらせてもらって、でその後ラベンダーフィールド、もうこれも MT 公演で私やらせてもらってたりとかしてたんですけど、 MT 公演で久しぶりに、地道な走り屋さん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう、そう、させてもらって、でもうユニットだったかな、ユニットが同期の皆さんで、でんでんむちゅうかで、その後シーズゴーンで、なんかシーズゴーンをなんかメグさんがそのユニットのメンツを決める相談をしてた時に、ちょうどねいたんですよ、私その場に。なんかのオンライン話し会の時にやってて、目の前にいて、でなんかメンバーズッキーと下尾ちゃんと出て、なんかとしてどうしようみたいな、でちょっと私が目の前にいてみたいな、キョウテンちゃんいいみたいな言ってくれて、いいんですかみたいな、逆にみたいな、いいんですかってなって、いいのみたいなやつが言って、いいですよ、全然出たいですもんって言って、私シーズゴン大好きなんですよ。一時期8で結構シーズゴンやらせてもらってて、実は結構ね2回ぐらいかな、やらせてもらってたんですよ。そうね、結構なんかメンツ的にもさ、身長もみんな一緒な感じでさ、結構みんなこのバランスすごい取れてるメンツ
だったじゃないですか。だからすごい見た目的にもめちゃくちゃ揃ってて、その中の一人に、しかもメグさんポジだったんですよ私。そうなんです、メグさんポジでやらせてもらってて、めっちゃ嬉しかったです。それがそう最後に一緒にユニットできて、そうなんですよ、めちゃくちゃ嬉しかったです。しかもシーズン1私めっちゃ好きで、それもね MT 公演のあ、カズさんとありがとうございます。ありがとう、ありがとう失礼で、ね、そうなんですよ、 MT 公演でも見させてもらってて、すごい好きなユニットだったんで、なんか MT 公演の曲って本当にマジでめっちゃいい曲なのに、本当になんて円盤化って言ったらいいんですか、されてないの本当もったいない。自分も月と水鏡をさ、させてもらったし、そうね、あ、その後に愛しさのアクセル、めっちゃかっこよかったですね、あれめちゃくちゃかっこよくて最高でした本当に。あれめっちゃかっこよかったな、メグさん本当。決まってたね本当に。でその後がね、なんだっけ、ネモハモだったかな、ネモハモをフルでやったんですよネモハモをフルでやるってなかなかだと思うんですけど、セットリストあった、私ネモハモをもう本当に初めてフルやったんですけど、激ムズすぎて笑いました、ほんと超ムズって感じですっごい難しかったんですけど、でもなんか最後になんかできて嬉しかった。私が全身筋肉痛になってやばいって言ってたじゃないですか、あれネモハマやったんですよ実はネモハマの振り入れをやった日にもう本当に筋肉痛になっちゃって、腕がもげそうなぐらい腕がもげそうで、そうなんです、めちゃくちゃ筋肉痛でした。でその後友達じゃないか、これはあのね総選挙でメグさんがね勝ち取ったセンター曲で、じゃあ歌 MV がすごい、私めっちゃ印象に残ってたんですよね、あれ男の男装と男装してるやつね、そうんで奇跡映像があってからのショーが終わらないで、あのダーンチャ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 ンってなった時にこうカーテンがポワーって開くじゃないですか、そしたらファンの人がおーって言っとったんが聞こえとって、あーってなって、なんかメグさんがあの羽を背負うのをみんなにも経験してほしいみたいなんで、あの羽をね背負うことになったんですよ。でもう私も MT 公演の時に本当に羽を背負わせてもらってて、でその後ウィンクの銃弾で外すっていうのもねあったんですよ昔、つなぎですっごい大変だったんですけど、すんごい久しぶりにあれを感じてちょっとめちゃくちゃ面白かったです。なんか豪華ですよねやっぱりあの羽って、そうMT ぶりに羽をつけて、でもあれ羽のね分ねすごい移動も大変ですし、裏もね狭いんで楽屋狭いからめちゃくちゃ大変で、そういうの込みでね実はねあの羽すごい好きで、私なんかの最近の MC でもさ MT の演出のやつで羽の話したじゃないですか、そしたらさまさかさメグさんのさ卒業公演でさ羽背負うことになると思わなくてさちょっと笑いましたでその後初日、私初日が結構好きで、あの昔 AKB でなんか好きな曲とかあったじゃないですか、いろいろそういうなんか投票の場みたいなのがあったりとかして、私結構初日が好きですって皆さんに言ってたと思うんですよ、ちょっと皆さんが覚えてるか分からんですけど、
初日がすごい好きで、で、あの自分のブロックにも入れたかったんですけど、でも自分は残念ながらその特別公演はできないので、そのなんて言うんでしたっけ、あの3曲しか無理だったので、それでやっぱり初日ちょっとやっぱあの なくしちゃったんですけど、でも初日すごい好きで、自分が結構 AKB とか入って、あのなんだろう、少女たちよと初日結構すごく好きで、ショールームとかでも結構好きな曲っていうのでトークになった時に、ショールームで結構初日が好きなんですって私めっちゃ言ってたんですよ。そうだからすごくその少女たちよだったりとかありがとうとか、コンサートのアンコールというか一番最後、本当に T シャツ短パンでなんか練り歩きとかそういうこうの時の本当に最後、皆さんに感謝だったりとかそういう時に結構歌われる曲なんですけど、すごく好きで自分もね、本当は入れたかったの3つだけど、入れちゃうともう全部終わっちゃうじゃん。だからそのめっちゃ迷ったんですけど、まあ外したら入れなかったんですよね。そしたらメグさんの瀬戸りに入ってて、すごいなんか自分もなんか入れたい曲だったから、それ込みで最後歌えたのはめちゃくちゃ嬉しかったです。あの自分的にね、入れたい曲だってね。なんかメグさんもさ、ありがとう私歌ったじゃん。でなんかメグさんもそのありがとうって結構入れようか迷ったみたいな、だけども外してみたいな、なんか歌えてよかったって昨日、あ、おとついかメグさん言ってたんですけど、私も本当に初日入れたくて、あ、リッチーさんタワーありがとうございます、ありがとうありがとう。そうね、外して昨日メグさんの公演で歌えたから、すごく私めちゃくちゃ嬉しくて、でもやっぱりそれぐらい選ばれる、人選される、人曲されるぐらいめちゃくちゃいい曲だったから、 AKB って本当にいい曲多くて、なんかなんだろう、初日とかに関してはもう本当ゴリゴリにこのなんていうんだろう、メンバーのことって言ったらいいのかな、なんかなんかがっつり なんか例えばこの一人だけ踊れず帰り道泣いた日もあるとか、思うように歌えずに自信を失った日もある、いつもライバルが輝いて見えたとかさ、もうなんていうの、ゴリゴリメンバーのことっていうか、メンバーからするともう自分のことを歌われてるんじゃないかというか、誰しもアイドルになった時にぶち当たる壁っていうのを本当に生々しく書いてるから、メンバーにとっては本当にすごい初期の頃を思い出す、反面何年経っても、うん、まだこうなんだろう、何年経ったとしてもまだやっぱりこうなんだろう、自分に刺さるというかところが結構この歌詞はあるんですよ。なんかこのさ、夢は汗の中に少し咲いてゆく花、その努力決して裏切らない、夢は汗の中に芽を出してずっと待っている、いつかきっと願い叶うまでって言ってさ、すごいさ、で学校とレッスンの両立に明け暮れた日もあるって、私も絶賛そうだったし、高校はもう本当に平日地元の学校行って土日で活動して、で東京出てきた時も大学で両立頑張って、しかもまあ言わなかったからね、大学行ってるから大変っていうのを、まあ、ずっと黙ってたから、みんなはね大学行ってない、何もしてないって思ってたと思うんだけど大学行ってたりとかしてて、結構忙しい時期にかぶっちゃったりとか結構しちゃってたから、そういうところもすごく自分の、うん、そうで、やっぱり、うん、しかもこの私全力投球っていうモットーに生きてるんですけど、この全力投球でって言って、やっぱりすごくいい歌詞だったから、
っごい迷ったんですけど、でも私さんありがとうを選んだの、やっぱり皆さんに感謝かなって思って、その自分のこれはどっちかっていうと歌詞的にこう自分の立場っていうか自分のことって感じが近いけど、ありがとうは自分がこう皆さんファンの皆さんにっていうこのな矢印の方向性、なんて言ったらいいのかな、ちょっと言葉が上手に出てこないんだけども、そうやっぱり感謝の気持ちっていうところで壮行会っていうところもあったからありがとうを選んだんですけど、そう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 、だからね初日は私は昨日できてすごく良かったかな。で最後がギブミーファイブだったかな、ギブミーファイブですね、ギブミーファイブで終わったんですけど、でもギブミーファイブもめちゃくちゃあれすごい卒業ソングじゃないですか。ですごいなんだろう、めちゃくちゃいい曲で、ギブミーファイブも結構いろんなとこで歌わせていただいたりとか、自分レセでバンドやってる時ギブミーファイブとかバンドやらせてもらったりとか、やっぱりなんかしんみりっていうよりかは結構こう明るくなんかまたねみたいな感じの終わり、最後はすごい明るい曲で終われて、うん、素敵なセットリストだなって思いました。やっぱセットリストってその人現れるってすごい思うんですよ。結構なんかいろんなメンバーの卒業公演だったりとかそういうのとか出させてもらったりとかしたんですけど、本当にねそのメンバーの結構色出るなってすごく思う。だからこのセットリスト見てもすごいめぐさんっぽいなっていうか、めぐさんらしいセットリストだなっていうのをすごく感じてて、結構やっぱりメンバーの個性出るというか色が出るというか、なんかより一層そう歴が長ければ長い分思い出もたくさんあるし、でねなんか例えば選抜に入ったとか、特にそういうこうカップリングに入ったとかそういうものがあれば、より一層やっぱりそういうのってね最後だからやろうってなるし、そうだからすごいそういうところやっぱり個性がすごく出るなっていう風に思って、まあちょっと自分はねなんかこう3曲あさまささんタワーありがとうございます、ありがとうありがとうございます、そうだったから、なんか選抜にも入ってないですしあれだったんですけど、なんかこうまあ私で例えば選ばれたっていうもので言うと、おはようから始まる世界が初めてシングルのカップリングのアンダー19選抜に選んでもらえてて、今までそれまでは選抜に入りたいっていうのはずっと言えなくて、で言えなくておこがましくて、じゃあとりあえず8の選抜に入りたいですっていうことを言って初めて入ったのが、一生の間に何人と出会えるのだろうっていうすごく素敵な曲、もうそれこそ最近やっぱり8の活休決まってから歌うことが多くなって、改めてやっぱそこになるとすごくやっぱいい歌詞なんだなってすごく感じて、りんちゃんとお代理のセレモニーでも歌いましたし、いい歌だなと思って、あれが実は初めてで、その後に蜂の巣ダンス選んでもらって、んであとは好きだ好きだ好きだに選んでもらって、で少人数の8の少人数選抜でジタバタに選んでいただいて、でそうですね、そこまでなんですよ。それが4年前とかかな、ジタバタが4年前5年前、コロナ前だったかな、で MV が私は実はもうそこで止まってて、もうそれ以降は MV は私なくて、それが最後の MV だったんですけど、ジタバタが。でもすごいそうやって選んでもらえて、で
そのカップリングので言うとアンダーナインティーン選抜が初めて、ナギのセンターの早川島世界で初めて選んでいただいて、でその後ジェネレーションチェンジっていう曲、あのレイちゃんがセンターの曲で選んでいただいて、で最後かな、確か。でもうそっからは残念ながら、うん、特にっていう感じではあったんですよ。あのエイトじゃなくてね、エイトはその後もその成功到底だったりとか、さよならじゃないだったり、あとウェストイーストでね、思春期の誰にと、星空を君にとか、こういろいろあるんですけど、そうそうそう、エイト以外ってなると確かこの2曲だったかなっていう風にね思いますね。そうですね、2曲だったかな。でもやっぱ自分はうん、エイトありきですっごいいろんな経験をさせてもらったなっていうのはやっぱありますよね。 AKB48 が好きでテレビで見てて、うん、オーディション、まあ落ちる受かる受かないっしょみたいな、でもあの AKB が好きでアイドルになりたくて応募して、オーディション、本当に人見知りな私がなんかね、いや本当に、いやすごいなと思ったけど、ありがたいことに受かって、香川県代表で受かって AKB のチームメイトに加入して、でその夏に合宿でゴリゴリにしごいていただいて、しんどい思いめちゃくちゃして、夏にね親元離れて1ヶ月缶詰でネモースで毎日毎日怒られて泣いてっていうのを、はい、その夏にやらせてもらって、でその夏に先輩方がすごく頑張ってくださってて、先輩方のおかげで武道館じゃなくて東京ドームに立たせていただいて、47の素敵な街を歌わせていただいて、でその合宿でね、あの10年桜の選抜の人がやったんですよ、曲を披露して。私はあの落ちちゃったので1曲47だけだったんですけども、でも本当にあんなに入ってマモシ東京ドーム立たせていただいたのも、もう私の以降ないんですよ、16期とかないので、自分ら8が最後なんですよ多分、立ったってなると。だからすごくそれを経験できたのは、いや本当に先輩方のおかげですし、すごくなんかもうすごいことじゃないですか。いやなんかすごかったなって本当に思いますね。うん、嬉しい、貴重すぎる経験だったなって思います。うん、でそっからね、毎年ネモスの合宿で怒られて泣いて、本当になかなかでしたね合宿としてはやっぱり一番辛かった合宿が、何しろ本当に一日中カメラ回されて、一日中怒られて、一日中もう汗だくになって、でもすごくそれがあったからこそ強くなったというか、基盤がやっぱりアイドルとしての基盤がすごくできたと自分はやっぱり思いますね。やっぱそういうのがなくて、やるよりかはやっぱりそういうのがあってきつい思いしてからのっていうのが、やっぱり最初がきつくてっていうのがやっぱり一番、逆にね後のことが少し軽く感じる。うん、逆だときついじゃん。だけど最初がきつかったから
後のこともきついけど、でもさーみたいな、あの時あれぐらいやってたよねそういえばうちらみたいな、やばくないみたいななんかよくやってたよねとかってなるから、やっぱりそういうのはすごくありだったし、その合宿を見て、まあちょっとねこうエイトってすごく特殊な環境だったから、研究生っていうのがなくてもう飛び級で正規メンバーだったんですよ。まあやってることは研究生と変わんなかったんですけど、めちゃくちゃ厳しかったですし、全然後輩だったから、いろいろもう本当に研究生と変わんなかったけど、名前が研究生ではなくて正規メンバーっていうだったから、やっぱりちょっとやってることも、会いに行けるアイドルと会いに行くアイドルっていうコンセプトがそもそも違うくて、たくさんイベントにも出させていただいて、全国ツアーもやらせていただいてたりとかしてたっていうのもあって、ちょっとやっぱり未知の、なんだろうな、未知の暗闇の道を結構みんなで歩んでた的なところはやっぱあるんですよ。こう方向性が違うかったから、今までの AKB とね、この辺ではスタッフさんとかも結構たくさん苦労はすごくしたと思うんですよ。だしやっぱり先輩だったりとか、先輩のことを推してるファンの人からするとやっぱりどうしてもちょっとこうね、やっぱりちょっとなんでみたいなところがやっぱりあるのは感じてたので、だけどそういう合宿だったりとかそういうのを見て、だん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 こう受け入れてくださって、だん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 受け入れてくださるようになって、そしたらもうすごくエイトがたくさんたくさんたくさんファン、たくさんの人がファンになってくださって、でエイトって撮影可能だったりとか、地方のイベントとかはすごい、なんだろう、あの撮影 OK とかだったから、亀子さんがすごいたくさん増えて、箱推しっていう人がすごく増えて、自分の推しじゃないけど、じゃあ丸々ちゃんがどこそこで一日警察署長するんだったら、じゃあ自分も応援しに行こうみたいな、別にその子のファンじゃないけど応援しに行こうって言って写真撮りにわざわざファンの人が行ってくださったりとか、すごくそういうのでチームエイトって支えていただいてて、エイトって箱推しが多いよねってすごい言ってくださって、何でも結構熱いファンの人が多かったり、熱心なファンの人がすごく多くて、そうなんかそういうやっぱり笑顔の輪ではないですけど、すごい広がったなっていうのはめちゃくちゃ感じてましたね。うん、すごくなんだろう、昔の AKB もたくさん今までのアイドルさんとかがやってないようなことをチャレンジして成功してきて、それがこうテンプレになってるところあると思うんですけど、エイトも結構それに近くて、探り探りでいろんなその撮影タイム OK だったりとか、なんかそういうのとかをねいろいろやって、それがすごく成功してテンプレになったりとかしてたりとかするから、それは本当にスタッフさんとかがねすごいなって思いましたし、そう練り歩きもね、そうですよね、そうなんですよ、ボール投げもしたし、得点でもう何百枚もサイン書いて、ありがたいことにね大きいホールでやってもらったら何千人のキャパだから、一人何百枚もこんな分厚い、もう紙ですよ、紙こんな分厚い紙をもらって、こんな7ミリぐらいのがこんなの、もうねレッスンもさ、その時は本当にさすごくすごく忙しい時期で、なんかいろんなものと被ってる時にツアーもたくさんさせてもらったから、あのキュートとかアダルトとかクールとかっていうのもあったから、一人二公演は絶対だったんですよ、マストみたいな。もう曲数覚えるのえげつない量だったし、
1日に6曲とか振り入れたりとかもしてたぐらいすっごいやばくて、もうみんなでやばいやばいって言って空き時間になんかみんなで練習したりとか、すごいそれぐらいしてたし、もうみんなレッスンの空き時間に書き物をさやったりとかさ、本当にすごい大変だったの。ボールも書かないといけない、入場の得点も書かないといけないみたいな、締め切りいつまでだみたいな、でなんか出してない子がいたら、なんかあの出してないですよ何々さみたいな、急いでくださいみたいな催促されてる子がいたりとか、結構なんかその時すごい大変だったけど、今考えたらもうそれでも笑い話のいい思い出だし、そうすごい楽しかったなって思うし、あれはもう若かったからできてることだなっていうところもめちゃくちゃ実際あって、みんなが10代だってね、そうっていうのもあったからね、すごい、そうだよ、豊洲なんて4公演もあったのがもう大変でしたよ本当にねだからそう思ったら本当にね、あれでしたよ。だってさ、兼任が始まったら兼任のコンサートプラスエイトのコンサートも覚えてたから、本当になんかすごいすごいすごかった。もうあれはあの時だったからできた力量だったし、うんだなって本当に思った。いや異常なぐらい覚えたもんな。なんかよくできてたよな。今やれって言われたらできないもん。今ですら武道館だったりピアリで2公演たった2公演昔の私たちで言うと2公演なのに覚えられなくて、やばいやばいって言ってて、でなんかさメンバーとかでさ、でもさみたいな、うちら昔もっとやってたねそういえばみたいな、歳かなみたいなもうなんか覚えられなくなっちゃったねみたいな、なんかあんなにどうやって覚えてたんだろうねうちらみたいな、もう笑い話になってたりとかもするんですけど、いやあれはあの時だったからできたっていうのもすごく多分あると思う。だし正直大変だったけど楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった、やっぱり、うん、もうめちゃくちゃ楽しかった。すごく本当に何だろう、みんなで作り上げるコンサートがすごい楽しかったですし、みんなでなんか例えばキュートクールお姉さんチームとかがあったら、結構どこのチームもどこのチームで自分たちが一番いいよねっていう、そのなんて言ったらいいんだろう、なんかあったんですよ。他のチームたちに負けないで頑張ろうみたいな感じのがすごいあって、でダンスメンバーはダンス曲ばっかりでめちゃくちゃしんどくて、もうね大変、ハプニングも正直いっぱいあったんですよ。なんか豊洲の時かな、あれめっちゃハプニングもいろいろあってさ、メンバーが倒れたなんだかんだ言うて、急遽他のメンバーがさ、 TDC の時もそうか、急遽他のメンバーがさ、その本番のさ合間にさ覚えてさ急遽出たりとか、そういうのもあったんですよ。その場の直前で急遽出て、途中でオープニングで倒れちゃったから次ユニットブロックなのにやばいやばい、その間でやったことあるメンバーが一回やったことあるからっていうので振り振り見て覚えてくれて、急遽出てくれて、そんなこともしてたし、本当多分そういうのでやっぱりエイトってたくさん鍛えてもらったところはすごくあった。うん、めちゃくちゃ盛り上がったし、なんか結構そのいろんなとこで言っててとかだと、そのなんだろうな、あの大人メンバーがあれ何の曲だっけ、何の時だっけ忘れちゃったんだけど、大人メンバーがあのキュートだったりクールだったりとかになんか負けないぞみたいな、もうその時まだ10代だったんだけど、もうおばさんいじりがすごかった。今のぶっちゃけの話ね、今の10、17、18、19期ちゃん、あれであれぐらいの年の時にはもうおばさん言われてたからね。全然若いんですけどね、今だと若い若いって言われるんだけど、私たちの時はおばさんってその年齢でも言われちゃってたから、もうねおばさん維持もすごかったから、なんかおばさんたちも負けないんだぞみたいな、なんかお姉さんたちも頑張るぞみたいなんで、なんかこうもうレッスン所の結構そう争奪戦みたいなところがあって、みんなもうさいっぱいいっぱいだったから曲を何十曲覚えないといけなくてさ、
出たからさ、よし次のさダンスメンバーが終わったらさみたいな、次うちらの曲かけてもらおうよみたいな。だからもうマネージャーさんにキュートメンバーがレッスンしてたら、次大人メンバーの〇〇の曲かけてくださいとかって言って、もう入れ替わり立ち替わりレッスン上使ってたりとか、そのレッスンが終わった後とかねやったりとかしてて、でお姉さんチーム頑張るぞとかって言って、レッスン上のライトを暗くして、でなんか雰囲気出して、なんかちょっと雰囲気出して練習しようみたいなこととかもやってたりとか結構してたんですよ。やっぱりそういうの今思うと青春だなって思うし、本当に楽しかったなってめちゃくちゃ思うよね。やっぱり今振り返るとすっごいそういうのたくさんあるなって思いますね、自分でも。ね、あとお祭り8といえばお祭りがあって、そのたくさんねコンサート前にお祭りっていうのをやってたんですよ。もう本当に大変だったなんかねコンサートの前に何々祭りみたいなのがあって、みんながいろんなブースをやってんの。にりんちゃんだったら絵を描いたりとか射的やったりとかボーリングやったりとか、なんかそういうお祭りがあったんですよ。あ、運命の赤い糸とかそういうのがいろいろあって、もうそれを本番前にやってたわけですよ。だからもうメンバーとしてはそれがあることによりもうもう朝のリハがもうまず時間がないってなって急いでメイクをします。でその後お祭りやります。その後演じします。その後本番なんですよ。で本番終わったよし、じゃあみんな急げってなって髪直すメンバー、ご飯食べるメンバー、じゃあ次お祭りメン、もうお祭り次また夜の部のお祭りが始まる、急げお祭りやる、本番やるほんでうちらはマストでお見送りをしてたんですよね。何百人何千人のキャパの人、来てくださったファンの皆さんを、なのでもうだからお祭りやって本番やってお見送りやってお祭りやって本番やってお見送りやってみたいな、もうぐっちってもうみちみちなスケジュールで、もう時間に追われて追われてたんですよ実は。本当にそうだから私コンサートの日とかマジ一日一食も食べてない時とかありました。もうコンサートが終わるまで何も食べてないみたいな、そのハードスケジュールで、全然ありました。全然朝食べ損ねたら、でもやばい時とか朝バカ早いんですよ。もう一番目のメンバーのメイク時間5時とかですよ。5時とか6時から一番目のメンバーのメイク時間が始まるんですよ。なもう食べる時間ないから食べなくて、でもさ本番はまたバーってなるじゃん。でうちはご飯を食べるか、その1公演目と2公演目の間ご飯を食べるかメイクを直すかみたいな、私もうメイク直すタイプの人間だったんですよ。もうご飯より顔みたいなそうご飯より顔みたいなところがあって、そうだからご飯食べずにメイクだけ直してみたいな、とかでもチョコレートだけ入れるみたいな口にみたいなって感じのこともよくしてました。もうあれ若いから持った体力が、そうっていうところすごくたくさんあって、なんか本当にむちゃくちゃやってたなってめっちゃ思うね。めちゃくちゃやってたね本当に。だってさそれこそさあれもあったよ、本番前のエンジン、覚えてる？みんな本番前にファンの人とエンジンをしようかいみたいなのがあって、抽選で当たった方がうちらと一緒に裏でエンジンをして、で本番が始まるっていうのがあったんよ。当たった人とかおったんかな、からんけど、そういうのもやってたりとかして、本当にエイトっていろんなことをチャレンジしてやってきてたから、なんかこんな経験をできるってなかなかないんじゃない、今の AKB とか。でもなんかすごい最近やりたいことが昔のエイトにを
なんか研究生たちにやらせたいのかなっていうところも思ったりするところもぶっちゃけある、正直。なんかファンの人の感じとかも、なんか昔の絵と見てるみたいだなみたいな、その波動の応援だったりとか、なんかそういうところ、ちょっと昔のエイトと似てるなっていうところがすごく、まあ、あるんですよ。まあツアーをねやるにしても、その昔のエイトツアーやってたし、なんかすごい、あ、似てるなって思うところが結構、ある。なんか昔のエイトみたいにしたいのかなみたいな、研究生たちをねっていうのはね、ちょっとまあ思ったりもするんだけど、そうそうそうね、すごい。だから本当にいろいろやってたし、みんなね学生だったから、みんなホテルとかで勉強したりとかしてて、宿題がとかねみんな言ってたの。本当に面白いよね、みんな宿題が、夏休みとか宿題やばいとかってみんな言ってて、そういうのも本当に若いよね、学生ならでは。中学生高校生がいたからの、なんだろうね、それじゃんね、だったし、そうですね、なんかエイトのまあ振り返りとか、まあエイトの振り返りとかなっちゃったけどとかもまあ結構あったし、あとなんか他に振り返るとかだったら、まあでも憧れのね AKB での成人っていうのも迎えられたし、めっちゃ大変だったけど、いやもう私今までの過去一で一番しんどいスケジュールだった、あの日が。そう、なんかちょうどチームツアーを、チームの公演、日帰り公演をやってた時だったんです。コンサートをやってた時だったから、なんか2日目だったんですよ、4が2日目で、最初が AK で B4 だったかな。でだから朝 B がやってる裏で4はレッスンをしてたんですよ。そうで、で昼夜か、こう4のコンサートやるじゃん。そしたらそのまんま今度は8の、次の日が8のコンサートがあったから、8のコンサートのリハに行って、8のコンサートのリハに行って、でその次の日が成人式だったんですよ。でやばいってなって、時間がもうその深夜集合なんですよ、だから時間がないってなって、とりあえずホテルに行ってお風呂だけ入って、お風呂に入って事務所戻って、着付けして髪して、で成人だからいろいろ動画撮ったり写真撮ったりとかしてても、私頭回ってないからさ、あのさ、なんか NG のやつ公式が上げてたの見たことあるかな、なんかね、もうねふわふわしすぎちゃってて、何言ってんのか分かんなくて、なんかもうすごいトンチンカンなこと言ってる NG があったの。それをね、確か NG バージョンかなんかで公式さんが上げてくれてて、そうそうそう、あの昔の言う Twitter でね、そうそう上げてくれてたんですよ。そうあったので、もう本当にふわふわしてて、でさ着付けしてるから崩れちゃダメだし、髪も一日それでいないといけないから、寝るにも寝れない、もたれるにももたれない、結構きつくて、やっぱあの着物着てるっていうのが。でそれで、それが終わったら、終わったらもうすぐさま8のコンサートですよ成人式終わった、よっしゃ、じゃあ次コンサートだっつってコンサートに走っていって、コンサートやり、あれ2公演やったんだっけ、結局1公演か忘れてた、2公演だっけ、忘れてた。でも寝ずに、あのオールで、はい、もう今朝、前日の朝フルタイムで働き、朝レッスンし、夜コンサートし、リハして、寝ずに成人してコンサートしてみたいな、なんかもう本当にやばかった多分成人で式で自分らの近々で、あ、ここまでハードな人本当になかったと思いますっていうぐらい、マジでやばかった。なんかなんでできたんだろう私っていうか、よくそれでさ踊れてたね、普通に考えたら。え、普通に考えたらさ、私よくそれで踊れてたよね。よく倒れなかったな。てかよく振り飛ばずに、なんかこう振りを覚えてる自分がすごいんだけど、そのスケジュールで振りよく覚えてたね自分ね。え、なんか本当にね、もう自慢、これはもうぶっちゃけ自慢よ、私頑張ったって
もう頑張ったって言えるよね。しかもあの時期って結構忙しくて、 AKB としても本店としても結構忙しくて、もうよくあるのがリクワワの時期になるとみんなインフルとかが流行ってて、みんな体調崩してて、なんかエイトの曲がありがたいことに4、7が毎回こうランクインさせていただいてて、でこうちらほらそのあ、光400X さんタワーありがとうございます、ありがたわ、言ってなかったすいません。でなんかすごい流行ってて、で47もなんかレッスンの時にはこんだけの人数で立ち位置やったのに体調崩しちゃったってなって、本番当日も体調崩してこのメンバー出れないってなって、裏で先生とかと TDC の裏でね鏡前があるんだけど、そこで何々ちゃん出れなくなっちゃったからみたいな、ここ番号詰めてとか、ここ番号ずれてとか裏でやって、みんなの前で来何位みたいなとか、あとは年齢が年齢で立てないってなっちゃって、でもうなんかもうここはもう仕方ない空き でここの時だけちょっと詰めてとかギリギリにやったりとか、そういうことも結構やってて、やっぱりそう当日体調崩しちゃってルート違うメンバーが出たりとか、その選抜じゃないメンバーが急遽出たりとか、なんかそういうのも結構いろいろあったから、本当になんか波乱万丈、本当に楽しかったなって思う。まあちなみに私は体調崩したりとかはしてなかったですね、はい、超元気でした。私リクワの前に台湾だっけタイだっけどっか行ってて、同室のメンバーが体調崩したんですけど、全然ピンピンしてて元気だったわ私マジで。そうめっちゃ元気だった。その後もバリバリに仕事してましたんで。そうなんです、あの忙しい時期に本当に崩さずにマジで乗り切ってて、あーザックさんとありがとうございます、ありがとう、ありがとう。そうもう本当にねなんかすごかった。うん、そうね、なんか体調っていうよりかは喉がすごい、昔はすっごい弱くて、花粉症の時期とかアレルギーで喉がやられちゃったりとか、あとは声の出し方が本当にまだできてなかったから舞台をやらせてもらってたのね。で舞台だったりとか、あとその結構舞台とかの劇場って結構ホコリっぽかったりするので、私ホコリアレルギー持ってたのね、その時ハウスダストアレルギーとかそういうのも相まって喉潰しちゃってっていうのもあって、で本番当日に声が出なくなっちゃって、で現場に行って声出ないってなって急いで病院に行って、ちょっとすいませんみたいな、リハごめんなさい出れないですってなって病院行って薬もらって、薬で無理やり声出るようにして舞台やったりとか、あとは声が出なくなっちゃって握手会とかもやらせてもらったりとかしてましたね。なんか握手会声出なくて、そうでもなんか自分の中に休むっていう選択肢がなくて、なんか本当にこれはいいのか悪いのか正直今わかんない、今となってわかんない。休むのもよしだったし、やるのもよしだった。私はなんか握手会だったからわざわざ遠方の人がその日のために交通手段予約してくれて、お金出して宿泊費も出して予定で有給取ってみたいなんで来てくださってて、それでなんか声が出なくなっちゃった、じゃあ仰天ちゃん今日はなしですってなると、そこまで予定を組んでくれてた人たちに申し訳ないなって思っちゃってて、だから声が出なかったけどなんか自分で書いたのなんか声は出なくてんちゃらかんちゃらですみたいな、 当時その時 SNS が自分らなくて、だからこうあんま告知するのが多分755ぐらいだったのかな、しかも755も個人じゃなくてグループしかなくて、
そうだからなんかそんな自分半信できるものがなかったから、そうなかったから、もう本当に出る精一杯のカスカスの声で握手会して、でも一応な書くものを用意してもらって、書きながら握手やったりとか、ショールームも毎日その頃やってたから声出なくて、ずっとこうやってなんかもうカンペみたいなずっともうこういうのでずっとやって配信をやってたりとか、そうしてましたね。なんかやってたな、そんなことも。すごいなんか面白いね。なんか発想が若いよね、やっぱり。なんかどうしても仕事に穴を開けたくなくて、なんかせっかく来てくれるなんかファンの人たちにさ、なんか申し訳ないって思ってたから、ずっと。そうそういうのでね、なんかショールームとかだとねやらせてもらったりとか、あとここにショールームとかで言うと、もうここにここにめちゃくちゃ動物の絵貼って、なんか仰天動物園とか、あとはなんか告知舞台やりますだったり何々に出ますとかの告知をめちゃくちゃ張り紙をここペタ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 壁にめっちゃ貼ってずっと告知してたりとか、いろいろしてたし、企画もいろいろやったりとか結構やってたね。なんかショールームであんなに企画やってるメンバー私以外いなかったと思う、多分一番企画をいろいろとやってたなって思うし、そうですね、だから本当にショールーム、まあショールームの話になると、ショールームをやった始めたきっかけが、ここ3年生の時に、まあ、地元にいます、高校も落ち着きます、次のね進路とかのあれの時期だったか、落ち着きます、暇です、仕事ないです。でも一部のメンバーはさ、いっぱい仕事してたわけ。やっぱ関東メンバーとかすごい仕事がこういっぱいあったりとか、まあ、近いからねいっぱいやってたりとか、なんもなくて、自分がなんかあの頃はまだ SNS を全然やらせてもらえなかったから、このまんまだったらなんかファンの人こう離れていくんじゃないかなって思ったんですよ。そうんで始めましたそうファンの人に忘れられないために、始めましたショールーム。で当時はまだ22時までしか無理な年齢だったから結構大変で、22時にさ普通に、いやそうなのよ、無理な時結構多くてそうなんですよ。ですごくだからショールームきっかけでファンになってくださった方はすっごいたくさんいます。本当に一番私のファンになってくださった、もうまあ5年前の統計で言うとよね、5年前の統計で言うとショールームと、アンロケでもうファンになってくれた人がもうほとんどでした。5年前はショールームの姿面白い、この子アンロケのこの子やばいやつでファンになってくださった人がすごく多くて、5年前はもう本当にそれきっかけですごいたくさんファンの人が来てくれて、たくさんの人がファンになってくださって、本当にすごかった。めちゃくちゃ握手会もたくさんの人が来てくれてたし、うん、そう
すごい本当にね、あれだったなと思う自分でも。うん、すっごい握手の連人めっちゃいたのよ、うち。なんか最近しか知らない人はそのゆりなちゃんに、でゆりなちゃんのレーンにたくさん人が並んでるってぶっちゃけあんま分かんないかもしれないの、そのイメージがもしかしたらあんま分かんないって思うかもしれないんだけど、その時期のですねゆりなちゃんの握手会のレーンはの本当に人が多かった。2列とかになってた、2列半とかだったんですよ。そうなんです。じゃ今じゃね考えられないかもしれない。それはもう本当ごめんなさいって感じなんだけど、いや昔そうだったの。なんかちょっと昔はそうだったってなんかすごいさ、やだ、おじさんとかが昔の武勇伝語る人みたいでなんかすっごい嫌なんだけど、昔の栄光にすがってるみたいな、なんか嫌なんだけど、嫌なんだけど昔はそうでした。すごいね、なんかショールームとそう、押しま、そうなんだから完売とかじゃなくて、シンプルに押し増しがすごかったんですよ。マジで。だからその完売数で言ったらそんなに完売はなかったんだが、押し増しがすごかったんですよ、とりあえず。完売してないから押し増しが使えたんだけどね。めっちゃ押し増しだったの。そう。今じゃ考えられないよね。私もなんか考えられない。すごい。面白いって感じ。そうなんです、そういうことがね、まああったんですよ。で、そう、なんかなんでそんな人気あったんですか？知らない。知らない。それはファンの意図が決めることだからなんかわかんない。ゆりなちゃんに会いたいと思ってくれたんですよ、ファンの人が。ねえ。で、そう、いっぱいいろんなのとかやらせてもらってたし、あとはまあそうですね、今でもやっぱりファンの人たちの一部で一番やっぱり大人気なのはアンロケ。もうあれはマジで大人気ですね。なんかファンの人たちの中でもなんか大好きなのか知らんけど、もう本当になんか私としてはめちゃくちゃしんどい、やもうしんどかった、本当にしんどかったよ。だって嫌いなものをやらされるってどないねそれって思ってた10代の頃。うん、だがしかしもう本当にやばかったの、富士急行かされてさ。私は本当に絶叫が嫌いで、ずっと十何年間絶叫ジェットコースターに乗らずに生きてきたの。なのに仕事でジェットコースターに乗せられて、本当にもう私本当に嫌で嫌で本当に嫌で、なんか何するかギリギリまでシークレットなんですよ。え、マジで言ってくんないの。ほんで、なんとかなんじゃない、なんとかなんじゃないみたいな感じになるわけ。待って待って待ってみたいな。そしたら、もう大泣きやねん。私も、なんか、本当に、富士急の回、山梨の回については、ぶっちゃけ笑ってんのオープニングぐらいしかないんですよ。もう、あとはずっと、うわーって言って号泣してるか、マジで死んだ顔してるか、もう、もう笑ってないの、マジで。本当にやばかった。もう、それを見てくれてる人は、もう、マジでわかる。もう、富士急の、なんて言ったらいいんだろう。駐車場あるじゃないですか。あそこから富士山かな見えるんですよ。こう、ブヨイングニョニョニョって長いやつね。で、あれ見て、もう、怖くて、なんか、いや、今と考えたらわけわかんないんだよ。でも私の、その頃は私はピョピョだったから、本当に怖くて恐怖でしかなくて、だって、今まで経験したことがないの。そう。そう、もう、降りた瞬間、キャーみたいな、ジェットコースターの音と、みんなの悲鳴。
怖くて号泣。そしたら泣くじゃん。そしたらさ急に泣くじゃん。そしたらなんかさカメラ回されてて、あれ最初カメラ回ってなかったんですよ。普通にシンプルに私がついて号泣したから面白いと思ってなんかカメラ回されちゃって、そしたらスタッフさんとかもなんか仰天仰天今からあれに乗るんだよみたいな、めっちゃ煽ってくんので、こっちはさ何に乗るかも知らされてないし、この後どういう流れなのかも知らないから、もう怖いじゃんこっちからするとね。怖いのよ、怖かったんよ。そうでも号泣よ号泣。ほんさ泣かされるもんだからさメイクぐちゃぐちゃなわけよ、もう本当にマジでもう本当に。そうでそれでまあ高飛車にね初めて乗りましたよ。高飛車に初めて、もう3人でりんちゃんとひだと、なんかもうなんかやばかったな。なんかもう風圧で顔ブサイクだし、ひだちゃんなんて老けてたからねあれ最初。なんかだってさひだちゃんさ富士急の後もさイベントでさフリップでさ老けた顔さらされてたもんね。マジでやばかったよね。そうめっちゃおもろかったし、もうなんかさなんかさもうさずっと喋ってるしね、うちこの高飛車でさこって上がってくずっと喋ってんの、ずっと喋ってんの、ずっと喋ってんのよ本当に。で終わった後のさ死んだ顔、この間のファンイベ壮行会のファンイベの時にもさ見せたじゃんみんなでの高飛車の乗り終わった後の死んだ3人ショット。そうもう本当にさやばかったんよ。もう本当にもう本当に信じられないぐらい号泣してました。私大号泣ですよ大号泣。もうぶっちゃけた話、あれの顔は正直アイドルではなかったですね。あの泣き顔は決してアイドルの泣き顔ではなかった。ガチの泣き顔、本当にもうカメラ気にせずリアルにわめいてたもん。本当に切れてたしもはやめちゃくちゃね、なんとかなんだうわーとかずっと言ってたもんね。マジであれずっと言ってるんだよ。あれカメラさやっぱ編集して切ってるけどもうずっとあれだったからね本当に。でその後戦慄迷宮に、私お化けも嫌いなんですよ。もう戦慄迷宮にもガザレで、戦慄迷宮の前でも大号泣したし、もうやばかった、やばいやばい、もう本当にやばい。もうオープニング始まってもうそもそもその駐車場で大泣きし、じゃあ乗る順番を決めましょう、くじで引いて泣き高飛車ですって言われ、高飛車の前になんかちょっと水に濡れるアトラクションに乗ったの。もうそれでも怖いっつって乗るまでに泣き、乗って泣き、高飛車の前で泣き、高飛車に乗って泣きもうさ戦慄迷宮のとこで泣き、もう本当に、でも戦慄迷宮の中でも泣き泣いてしかないのよ本当に。ずっと泣いてたんですよずっと泣いてて、もう本当にひたすらずっとメイクボロボロもうもはや泣きすぎてメイクめっちゃ取れてたんですよあの時。そうもうねすごかった。もう本当にもう髪なんかもぐしゃぐしゃになってたし、私めちゃくちゃ怖くて、でそこでなんかなんか私が嫌いなのは絶叫とお化けとトマトっていう、なんかファンの人も結構笑ってくれてた三単語ができたんですけど、まあ、あれは本当に考えてなくてシンプルに自分が嫌いなものを言った、まあ流れを知らない人ははって思うかもしれないんだけど、あれは流れで見たら本当に名言だったんですよ。マジでマジで名言で、なんかもうすごい爆笑してたの、スタッフさんも MC してくれた方ももう本当泣きながらね、泣きながら半切れで言ってたんですよ
そう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 、めっちゃ懐かしい本当に。そう半切りでずっと言ってて、でもう旋律迷宮はあの長いんじゃなくてちょっと10分コースみたいなちょっと短い尺のを用意していただいて、でそれで行ったんですけど、りんちゃんが覚醒しまして、もうりんちゃんのライトの持ち方がこうなんですよ、こうこうやってりんちゃんライト持ってりんちゃんが先頭して行ってくれたの。もう私とひだが、まあ、結構だもん、ね、で私最高列なのだったのでさ、お化けってさ人が一番後ろの人が行かないとわーって言ってこないんよ。だから私いつもわーって言われる人でめちゃくちゃ怖くて、で私暗いとこもすっごい苦手なんですよ。で不意に来るあのお化けとか大きい音が嫌いなので、そう余計に怖くて、そうマジでお化けの中でも泣いて、なんなら若干過呼吸になりかけて、もうりんちゃんがなんかもう違う過呼吸になりかけて息が上がっちゃった時に落ち着いてみたいな、はい吸って吐いてみたいな、もうりんちゃんが介護してくれて、そうね出てきて、そうバリッバリもろかった。バリッバリ面白かった、本当に本当に楽しかったね。もうあれは本当に神回って言われてます、正直。もう本当に神回って言われてたし、後々もめちゃくちゃいじられてた、ぶっちゃけ。そう後々もすごいいじられてて、いじられ続けた。バリ恥ずかったなあれ、やだ、なんか。そうもうねっていうね、なんかその私でも正直あれが終わった後超へこんだんです。あのロケが終わった後私めっちゃへこんで、ショールームでも言ってたの、私絶対ファンの人減りましたって、もう終わりました私、もう最悪。それは何でかって言ったら、ずっと泣いてたし顔ぐしゃぐしゃだし、なんか気にせずに泣いちゃってたから結構ぐしゃぐしゃで、もう結構なんかもういやなんでよーみたいな感じだったから、なんかそれを見てやっぱアイドルの、私の中のアイドルって結構キラキラキュルルンみたいな感じのがすごいあったから、もう終わったって思ったら逆にそれが面白いってなって、めっちゃファンの人が増えたんですよ。それきっかけでなんか見ましたみたいなんで押し増しめっちゃ使ってきてくれて、めっちゃ増えちゃって、逆にね、逆にそうそう逆に増えて伝説でしたね。そうだからその後さ、それこそ埼玉のさ林道、お化け屋敷の林道に行かされて一人で行ったんですよ私。なんかはめられたし、あれめっちゃ、そうなんか林道に行く人を一人決めるみたいなね、怖いところでさお化けの話させられてさ、でさ負けた人が林道行くっていうのでさ私になっちゃって、私が一人で林道を歩いて、そうめちゃくちゃ怖かった本当に。だって誰もいないんだもん、一人でだよ、こうやってカメラ持ってさ出されて、であれ調べたら本当ちゃんとガチのお化けのとこだったんですよ。でしかもちゃんとリアルにお祓いしてもらったっていう、そうでちゃんとお祓いしてもらうようのとこだったんですよ本当に。女の歌いながら行きました本当に、女の歌いながらでさなんかさ会いに行こうとかで、今でも思ってなんか会いに行こうとかって歌ってさ、うわどうしようお化け会いに来てほしくないんだけどとか、なんか意味のわからん一人でツッコミしたりとかさ、なんかさ自分で言いながらさ、自分でさなんか意味のわからんこと言いながら歩いとったんですよ普通に。でさ、で私は裏のその裏で、実は私が林道歩いてる裏でもうなんか行天それもう戻ってこないかもしれないみたいな、行天のことだからみたいな、戻ってこないかもみたいな、とりあえずもう時間が時間だからそのエンディングを撮らないとやばいってなって撮ってたの。そしたらエンディング撮ってる途中で私帰ってきたのよ、ちゃんと尺に間に合わせて帰ってきてて、別に私あれ別にスタッフさんとかついてきてないし、なんかスタッフさんとかになんか誰かになんかそろそろやばいですよとかないのよ、ない、ガチでなくて普通に自分で行って
でしかもなんか帰り怖くてダッシュで走って帰ってきて、帰ってきたら間に合ったのギリギリで、なんかえギャちゃん帰ってきたんだけどみたいな、えまだ間に合った、うわーエンディングで終わったのよ。えめちゃくちゃシャックぴったりだったっていうそう、えそう、しかも小田かし役のスタッフに気づいてないのよ私、やばくねそうめっちゃタイミングよく帰ってきたんですよね、最高でした最高でしたって悩んねんって話やけど、なんか必死がいい意味でいいように作用してくれてすごくよかったなって思いました。アンロキのね、トレナカ女は清水マリアでしたけども、なんか清水マリアとか大西桃香とかだったけど、でもなんかそういう意味ではね、いい意味で持ってた自分はだなって、逆に全力な感じが良かったわ。やっぱ頭悪い分なんか全力でやったらいい感じになったっていうねこともねありつつ、なんかでもなんかあそこね、ちょっとひなちゃん切れがちみたいなところのキャラついちゃって、すごいちょっとそれは嫌だったんですよ。なんかすごい怖かってプンプンしてて、なんかそう嫌なことされてるからめっちゃプンプンしてもうみたいな、でそのもうって言ってんのがいいからってみんな煽ってくんのよいっぱいね。それでもうって言って、もうって言って、それでなんかちょっと若干キレキャラみたいになっちゃったのがすごいちょっと嫌だったけど、まあまあまあって感じ。そう、なんかそれはそれで面白かったそうね、なんかすごいね楽しかった。面白いよねやっぱりね、昔の頃の方がいろいろやっぱりやらせてもらってたからさね、なんかそこでもさ、なんかさそう思うとさ、本当にさ、ちょっと話が2点3点とかいろいろしちゃって申し訳ないんだけどさ、いっぱいさ地方のさショッピングモールのさイベントだったりとかさ、外のイベントだったりとかさ、コンサートだったりとかささせてもらったけどさ、ガイシーでやらせてもらったりさ、埼玉スーパーアリーナでやらせてもらったりさ、本当に大きいところでさやらせてもらっててさ、そんなチームってなかなかないじゃん、そのチームだけでだよ、普通さそのチームだけってないことじゃん。だから本当にエイトだからこそああやってできてすっごい嬉しかったなって思った、やっぱり。うん、あんなね大きいところでさできたのも最初で最後だったからさ、まあまあ最初で最後だったっていうのは、そのこれからの AKB がもしかしたら立つかもしれないけど、私はもうAKB では一旦離れてしまうから、私としてはここで一旦ね終了だから、過去形で話させてもらうんだけども、もしねこれからの AKB がね、もしかしたらそのまたね埼玉スーパーに立ったりとか会社に立ったりするかもしれないから、それはまた別の話として、話として私はねここで一旦離れちゃうからっていうので、過去形というかっていう話の言い方をさせてもらうんだけども、そういうやっぱ大きいところに立たせてもらえたってやっぱりなかなかすごいよね。なんかあの時は本当に忙しかったし、あの時もすごい嬉しいって思ってたんだけど、でも改めて今こういう状況になって考えると、もっとありがたみだったりもっと凄みが感じる。うん、その時はあ、ナーラブさんタワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう。
やっぱその時はさ、その時でやっぱ思うけどさ、でもやっぱりその時はその時じゃん。だけどこうやっぱ時経って、まあ、もっと大人になり、いろんなものが見えてくるというか分かってくる現状況だったりとか込み込みで、なんか本当にすごかったな、エイトって。別になんかエイトの話ばっかりになって申し訳ないんだけども、私がねちょっとエイト歴が長すぎてエイト歴が長すぎて、そのやっぱチームの話ってなるとエイトだし、いろんな経験したのもエイトだったからっていう意味で、そういう風になっちゃうんだけど、なっちゃうんだけど、でも本当に AKB のじゃんけん大会とかだったら、一番最初ってエイトって47人もいたから、エイトだけで予選して勝った人が AKB のじゃんけん大会の予選に行けるっていう、もう予選の予選をしてたわけですよ。で一番最初のじゃんけん大会の予選、私行けたんですよ。私となおちゃんとひーちゃんが3人勝ち抜いて行ったんですよ、じゃんけん大会で。キーちゃんに即負けした、確か。そうふふふ、熱いでしょう。そうでね、じゃんけん大会もあったし、あとは、あ、リッチーさんとありがとうございます、ありがとう。だし、あとは AKB 運動会っていうのもあって、運動会をしてたんですよ。エイト本当に運動神経いい子が多くて、毎回エイトっていい成績を残してたんですよね。みんなすごかったから。でもうなんかエイトが結構いろんなものでいろんなものを勝ち取ってたから、本当にエイトすごいって言われてて、運動会は本当にねエイト強かった。そう、なんか運動神経がいいメンバーだったりとかもいっぱいいたりとか、女性ファンの仰天ゆり子、15歳の最後ですだってありがとうございます、多分ありがとう。だから本当に強くて、なんかそういうのもイベント、 AKB の昔のイベントごととかも強かったし、なんかすごいよね、なんか本当にいっぱい怒られたし、なんかいっぱい本当に怒られた。なんか自分らの10代の時って本当に怒られてなんぼっていうレベルでも怒られてしかなかったくらい怒られてきたけど、でも本当にねそれがあったからこその基盤だったと思う。みんなが緊張だったし、みんな本当クソガキだったから本当にね大変だったと思うし、でもすごくなんだろう、その全国ツアーさせてもらっててね、全国ツアーを一緒にしてくださっているその現場の、あのなんて言ったらいいんだろうね、現場の人って言ったらいいかな、といっぱいいろんな歌詞を回ることができて、でもそれでそういうチームの人たちがすっごいチームメイトのことを好きって言ってくれてて、そう
でね、ツアーもいっぱい一緒に回れたし、なんかすっごいいろんなカカエイトでお仕事させていただいた時に関わってくださったスタッフさんだったりとかが本当にエイトのこと大好きってすっごい言ってくださって、そう、本当にたくさんの人がチームメイトのためにたくさん動いてくれてたし、チームメイトのことを本当に可愛がってくれてたから、なんかすごく未知のことをたくさんやってて大変だったけど、でもそうやってたくさんいろんな関わってくださった方がチームメイトのことを好きになってくださったのはすごく嬉しくて、なんかそういうのってやっぱいいなって 自分はめっちゃ思った。結局怒ってくれる人たちもいるっていうのもね、また恵まれてる話だし。そう、もう怒られてばっかだったからね、本当に コンサートやるたんびに、イベントやるたんびに、毎回毎回怒られて。あ、にきおさん、ありがとわ。あ、ならぶさんタワーありがとうございます。ありがとわ。最初のパーティー公演から始まり、もう、パーティーちゃっちゃうんちゃーでもダメーって言われてたもん うん、合宿で 先生に怒られて、みんなダンスへったクソだし、レッスン着なんかみんなチカチカしてる服ばっか着てたし、今じゃみんなモノクロよ、どうしたんっていうレベルで黒い、自分も真っ黒だけど、レッスン着みんなあの頃はカラフルだったのよ そう、ダンスもね、みんな上手じゃないし、もう本当にね、すごかったな、なんか、パーティー、あ、そう、オンデマネ、ね、リバイバル配信ね、させてもらってて、私結構いろんな公演選ばせてもらってたんですけど、パーティー、会いたかった。で、MT 挟んで、で、もう一回リバイバルやったんですよ。パーティー会いたかった。そう。で、決断。雫。サムネイル。で、アナ先生公演か。アナ先生公演言った？言ってないか。そう、そう、すごいね。だからコロナも挟んじゃったから、おうち公演だったりとかもあったし雫もね、16人から8人に途中で変わったりとかしたりとかしてたし。あの先生公演千秋楽やってない結局 マーニャンさんタワーありがとうございます。ありがとう。そうなんですよ。だから結構公演はやってました。週の半分公演に出てたし、本当に1日3公演とかあった日ありませんでしたか？ありましたよね。1日3公演、1日3公演、1日2公演、何日連続とかも全然ありました。1日2公演、何日連続でーみたいな。全然あった。懐かしい。ようやってるわ、ほんと自分。ギャちゃん、せいちゃん公演もね、やってたしね。コンサートでもあったよね。朝ピット。
朝公演、おやつ公演、夜公演みたいなね。そう、いやもうドタバタよ、ドタバタ今じゃ3公演ないね。豊洲は4回だったよ。だってファンの人やばいじゃん。あれか、チーム分けのプラス全員のやつか。やばい、1日4回ってどういうスケジュールで回したら1日4回できるねんって話じゃん。で朝がね、1公演目が朝めっちゃ早かったから、じゃあエイト君パンを配ろうっつってエイト君パンを配ってたんですよ、豊洲で。そうで、自分らが裏口にね入るときに、こう橋があるじゃん、あそこでねファンの人たちがねカッパかぶってね並んでくれてるんですよ。朝早くて、天気悪くて、雨降っててもうファンの人たちがカッパ着て橋のところで並んでんの、行列作ってバーって。ねえ、でも自分らはそれでパン配りをしてたんですよ、朝。ありがとうございますって言いながら、そうパンを配ってたの。その時の集合のメイク時間とか、まあ、5時とかだったからね、5時からメイクやってるから。そう、もう本当にねファンの人もしんどかったし、メンバーもしんどかったし、もうこれスタッフさんも大変だったし、なんか本当にすっごい面白かったそう、いや本当にね、一日4公演ってこうどうやったらできるのようやってたよね、怖すぎ。でもそれでなんかその裏とかで、だからメンバーが倒れましたみたいな、あまりにもハードなセットリストだったから、じゃ誰か代わりにユニットとかやってたんよ、裏で。あのキュート、クール、アダルトみたいな感じだったからさ、もうさ、クールメンバー、ダンスメンバーがダンス曲がマジでダンス曲しかしなくて、でダンス曲ってシンプルにしんどいんですよ、あれ。めちゃくちゃ1曲が、1曲の体力消費がすごすぎて、そうで、それでも倒れちゃったりとか、ちょっと体調が悪かったのに頑張っちゃったから倒れちゃったとか結構あって、もう裏はバタバタで本当にね大変だったのよ。ね、面白いでしょ、楽しいよ、むちゃくちゃすぎて楽しいもうだからなんかその後とかいろいろあったけど、マジヘでもなかったって感じ。なんかいっぱい2公演かって感じだったしねそう、うん、本当にみんな疲れきってた本当にみんな疲れきってた、もうやばかったもん本当に。だってその時の755とかみんなさ、2時とか3時とかにさ、やばい覚えられないんだけどみたいなさ、そう、もう睡眠時間2時間3時間でみんなさ、振りをさ家でさ、やばいやばいって言いながらやってさ、なんか公演の合間でさ、公演の合間でさ、急にさ、急にみんなの練習が始まるんよ公演のメイクのさ鏡のところで急にさ練習が始まったりとかさしたりとかさしてたりとかしてたの、本当に面白い。なんかそういうのってやっぱりなんだろう、なんかあー素敵って思うし、夏は夏で夏フェスがすごい多くて、エイトってエイトで出させてもらってたから、あれ何年前、2年前違うな、コロナ前のフェスかな、めっちゃ私夏フェス出させてもらってた時期があっ
って週に1回夏フェスとか出てたんですよ。そうだからなんか例えば3日にフェスがありますってなって、で3日のフェスのレッスンもするけど、その後のもっと先の16人の AKB としてのフェスのレッスンもしてみたいな、なんかもうこうなってんのレッスンが、日程が、だからもうわけわかんなくて、あれみたいな。そう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 、なんかよくわかんないことになってて、なんかもうフェス祭りみたいな感じの時期ありましたね。なんかすごかったよねあの時期ね、フェス出まくってたもんね。なんか AKB の方と8の方と出てて、そうだからなんか毎週毎週何か覚えてて、なんか次のあれ次は何だっけなみたいな、何のフェスみたいな、何のフェス覚えるんやっけみたいなことをメンバーと言ってましたよく。なんかもうリハやるけどとりあえずみたいな、なんかじゃあいつ、ただもう大げさに言うと、じゃあ5日のリハをやります、やりました、でも3日に違うフェスがあります、よし5日のフェスのことは一旦忘れようリハやったけど一旦忘れよう、よし3日のフェス覚えて、で終わったらもう1回起こすんよ自分で曲もかぶってたりしてたからさ、そうで人数感も違うともうごちゃごちゃになったりとかしちゃってて、なんかそんなこともやってたんですよ本当に。本当にそういうことをやってました。楽しかった本当に。本当にクマひどかったけどねうち睡眠不足になると本当クマがひどくなっちゃうんだけど、もう本当にクマがひどかった。なんかクマがひどすぎてメイクでクマ隠れなかったけど、まあぶっちゃけどうにでもなるでしょうみたいな感じのところはあったから、うん結構クマやばかったけど全然って感じで、でももうね今それやってくださいって言われたらもうできない。なんかあの時はもうあの時で若かったし、それはそれでメンバーと楽しかったからできた、いい意味で無邪気だったのかもしんない、体力もあったし若かったし、よかったよね。あー坊ちゃんイベントあったね。なんかすごいいろいろとね、ショールームとかも結構みんなでお酒と配信したりとか、すごいね楽しかった。なんかやっぱりチームってやっぱいいんですよ、チームメイトで兼任になってどうなるんだろうって思ったけど、それはそれですごい兼任先でも楽しかったし、よりそういう人で集まった時がもう楽しかったし、でエイトが付き合いになって兼任だけの方になって今もうチームすらなくなっちゃって、なんかでもやっぱりねチームってねいいのよ。今もうチームないけど AKB しかないけどチームってねいい。おーい勝手になった前のさってないよ、怖い怖い。なんかチームってさいい意味でなんか自分たちのチームが
一番いいコンサートにしようねみたいな、自分たちのチームのパフォーマンスが一番良かったって言われるようにしようねって。でも私が所属したチームってすっごい嬉しいことに全部チーム4だったんだけど、私結局4だったんだけど、ずっと A っぽいって言われて MT のアンダーにはなったことあったけど、 A のアンダーになったことあったけど、ずっと4だったんですよ結局ね。だけどすごく嬉しいことにスタッフさんとか、もう本当に村山チーム4の時もそうだったけど、すっごいパフォーマンス、劇場の鉄な公演の時もすっごい全力だったし、あれ曲も曲っていうのもあってすっごい全力だったし、なんかダンスの先生とかにもすごい協力してもらって、結構ねキャプテンがストイックなところもあったからっていうので、すごいパフォーマンス力が高くて、なんかチーム4が一番パフォーマンス良かったって言ってたんだよっていうのをマネージャーさんから聞いたりとかするのもすごく嬉しくて、でやっぱクラのチーム4になってもナルがね、やっぱパフォーマンスとかも結構やっぱ上手いメンバーだったから、あ、お休みメールが送れなくなる時間だ、やばい、ちょっと先にお休みでお休みだけ、そう、何の話だっけ、そうだったから、結構ねすごいパフォーマンスとかもみんなでめっちゃ合わせたりとか、すごい細かくこだわったりとかしてたりとかしてたから、本当にパフォーマンス力をどっちのチーム4でも褒めてもらうことが本当に多くて、なんかもう自分の中ではそれがすっごいなんか嬉しかった褒められるチームに所属できたこと、ストイックなあれができたこと、めっちゃね自分的にはすごく幸せだぜってちょっと思ってしまったんだよ。普通に写真2枚までしか送れないや、とりあえずメンバーとの写真を送ろうと思って、なんか載せたか載せてないか分かんないけど、ちょっと多分載せれないと思う。じゃあみんなとのツーショットとかスリーショットとかを今結構送ってるんだけど、送ってるね。そうでしょう、チーム4のパフォーマンスがめちゃくちゃ良かったでしょ。そうなんですよ、すっごいそれは本当にスタッフさんとかにも褒めていただくことが多くて、自分としてもすごくなんかちょっと誇らしいというか、それで一緒に入れたこと、そのチームに所属できたこと、まあ、本当にねありがたいなと思って、そういうので結構こう磨かれたりとかそういうところはたくさんやっぱりある。ちょっと待って、あるからね、え、そうだよ、私大人っぽいって言われてたけど、今と比べるとだいぶお芋さんだよ、お顔だいぶお芋さんだよ。え、マジで香川県産の芋だったからね、しっかりと、あの多分当初あの中で見たら大人っぽいなって
思ったかもしんないんだけど、今見るとあのしっかり香川県産の芋。そうじゃん、仕方ないよ、だって香川県産の芋なんだもん。でも本当にブサイクだった、ブサイクって言われてたもん、うち。ブサイクって言われてた。なんか違うのよ、写真の撮り方が本当に下手くそで、なんかファンの人とか握手会とか来てくれる人とかも、わあ写真より全然生の方がいいねって言われて、でなんかもあのメール管理してるスタッフさんとかからも、写真撮り方下手くそちゃうってめっちゃ言われてて、でもさ今まで写真なんて撮らんやん、自分で撮り方なんてわからんやんってなってさ、でメイクも今までしたことなかったけんさ、アイドルになってメイクを始めたわけよ。そしたらさ本当にメイク下手くそでさ、なんかファンの人にもねブサイクだったって言われたし、この間の奥さんで、だし、まあ、正直自分でもブサイクだったとは思ったし、本当にしっかり芋だった。そう思ったらまあここまでこうなったんですよ、人間って。ここまでこうなるんですよ、やっぱり普通に生きてると。でもなんかなんででしょうね。でもエイトは本当にみんなやっぱり香川県田舎民だから、みんな香川県産、あ香川県産じゃない、みんな芋ちゃんって言われてたけどある時からみんな本当にやっぱお仕事いっぱいさせてもらってて、もうなんかすっごいエイトってみんな可愛いねって言われるようになったんよ。スタッフさんとかからあんなにエイトちゃんあんまり可愛くないみたいなって言われてたけどなんとエイトちゃんはみんな可愛いねって言われるようになりました。そうやっぱりね、みんなお芋さんだったんですよ、お顔が。そうなんです、だから可愛くなりますよ、みんなも。そう、あ名字がね、いやでも私は苗字がインパクトが強すぎて苗字に負けてました、自分が。苗字はすごくインパクトがあったんだけど、苗字は覚えてるんだけど誰だっけみたいな、どの子だっけみたいな、名前負けすごいしてて一致しない。苗字は分かるんだけど顔が一致しないってすごい一時期すっごい言われてて、そうっていう時期もねあったんですよ。なんかね、苗字珍しいなって思ってて、名前は知ってたよみたいな、そうっていう人がすごく多かったの、その時。そうだから結構苗字に負けてたんですよ私。そうなんです。そういえば2時間になりましたけども、まあもう本当にね、まあ総括島だって締めとしたら、なんか本当にさ高校生の3年生の後半から始めて、でまあ何回か途切れましたけど、何回か途切れて
5分だけやったりとかして、んでそれでも続けて、結局本当に続いた6年かな、この間6周年迎えたから、もう高3からずっとやってて、毎日アイドル、明日からはもうやらないということで、なんか今日でこんだけ染みついた習慣が一瞬にしてなくなるのって、なんかどんな感じか正直自分でも分からなくて、だって高3からやってた習慣が、っていうかショールームの時間を気にして仕事してた私が、それを気にしなくなって AKB の仕事もしなくなって、どんな感じかなって思うんですけど、でもあ、明日はできないんですよショールーム。なんでかって言ったら、そもそもショールームが、6月2日しか無理なんで、その引き継ぎの兼ね合いがあって、そうなんですよ。だからちょっと明日の方がさらっとはできないんですけど、そう、なんかこう気軽に配信するものがなくなったりとか、あとは昔だった755だったりウィーバースだったりメールだったりとか、こうしれっとね、軽いノリでね、何かを聞くことができる場所がなくなっちゃったって、なんか10年もやってたから、そういう場所なくなっちゃったの、すごい寂しい。本当にしょうもないこととかでもさ、さらってさ聞けたじゃん。そう、なんかそうなんです。なんかまあ KLP として何かをやるとかだったらね、あれですけど、そうそうそう、私は皆さんすごいいろいろ言いますけど、私卒業ではなくて、所属が変わるので、それは所属の事務所の意向があるし、いろいろ考えがあるから、なんか個人のね、一個人になるんだったらいろいろとね、そういうのもあるかもしれないけど、やっぱり所属は変わらんので申し訳ないですけど、この辺はちょっとこういろいろとね、そこはちょっと卒業ではないっていうところは間違えないでいただけたら、私はまだアイドルです。いやまあ本当にね、ハルトロさんとはありがとうございます、ありがたわ。いや本当にもうこれは自分が悪くてですけど、ショールームでファンの人を増やして、ショールームでファンの人を減らしたという、なんか本当に良くも悪くもいろんな経験をさせてもらったショールームだなっていう風にはすごく思いました。もう本当にショールームのことでぶっちゃけめっちゃ悩んだし、もう正直やりたくないなって思った日もありました。毎日毎日やるのって、もう誰に何を言っても本当に尊敬するって言われるんですよ。私だったら無理みたいな、私だったら毎日は無理だよみたいな、で正直自分の機嫌が乗らない日だってあるしみたいな、それをやってるのはすごいよねみたいな、正直本当にやりたくない日もありました。もう忙しいし疲れてるし、それどころじゃないよっていう日も正直あったし、そう、ファンの人にももうやめたらショールームみたいな、いいことないよみたいな、それでやってる意味ないと思うっていうのもすっごい言われたし、もうそれは自分でも思ってたし、ひでゆきさんタワーありがとうございます、ありがとう。そう、正直すごくショールーム続けるか続けないかなった時、めちゃくちゃ意見分かれました、ファンの人の中で。そのファンの人の表だっては分かんないけど、そのやっぱり私に届くそのコメントとかをねやった時に、続けてほしい、楽しみにしてる、毎日日刊してるし、なんかそれを見ないと一日終われないんだよっていう人もいれば、もうこれを機にやめたらみたいな、やってても意味ないと思うよみたいな、今のままじゃってやめた方がいいって思うっていうのも意見
めちゃくちゃ少なくはなかったです。正直めちゃくちゃ多かったです正直なところね、めちゃくちゃ多かっただけど、まあ見てくれる人もいて、ゲリラでやって見てくれる人もいて、結局今日まで続けられて、もう明日から毎日アイドルはなくなりますけども、本当にね皆さんのおかげで続けられましたし、逆にね本当に今まで見てくださった、日課として見てくださったファンの方からするとなんだろう、この日課が終わってしまう、私と一緒でこの日課が終わってしまうっていう、慣れないまた日々が続くと思うんですけど、でも大丈夫、日課もあれば慣れるさ、私も慣れれるかなと思ってますけど、なんか多分不意にあショールもやんなきゃとか、あ不意に SNS やんなきゃって多分思ってしまうんですよ、どうしても。やっぱりもうねこんだけ続いて染みついたものだから、そうなかなか簡単には言えば終わらんというか、あれないんですよね。けどまあ一緒にねなっていって、新しい、新生活じゃないですけど、そうに、なんかこう、なんて言ったらいいの、そうまあそれにをね受け入れて応援していただけたら嬉しいなと思います。多分ねまだまだそこまでね受け入れられてないっていうか、結局この背中をとりあえず押してみたものの、複雑だなっていうファンの人の方がやっぱ多いと思うんですよ、どうしてもね。卒業、そのまあやっぱり一席ってなった時にやっぱりもう寂しいが一番多かったです。コメントとしてはもちろんだし、まあそれはね、やめてくれて日本にいてくれて、やめて舞台やったりとかファンイベントやってくれた方がやっぱ会えるし会いやすいからの方が嬉しかったって言われたりも正直まあしました。本当にいろんなメンバーが卒業していく中で、まあ卒業をね視野に1ミリもなかったって言ったらそれは嘘ですよ。私もだって正直なんか卒いつまでいるのかなみたいなさ、いつかまではわからないよっていうことをずっと言ってたし、その私は本当に嘘はつけないので、なんかそんな何年もいるつもりないのにあと10年はいますなんて口が裂けても言えなかったから、わかんないよっていうことはずっと言ってたし、ファンの人も年齢的にもいろんなメンバーが辞めていってるっていうのも感じて、そろそろ卒業かなゆりなちゃんもって思ってたらしいの。だったら卒業じゃなくて移籍かいみたいな、図工みたいなっていうコメントもいただいたりとか、まあ正直あったし、やっぱりどうしてもこうね、会えないとモチベーションも難しいだろうし、そうっていうのもあってあれだったし、もうちょっとアイドル続けてほしいって言われたし、私もアイドル続けたいと思ったからこそ新しいチャンスいただけたっていうことで、もうアイドル人生年的にもそんな長くないから、最後自分のなんだろう、今まで絶対自分がしてこなかったような決断をして違う世界に飛び出して、もっともっと視野を広げたいなって思ったからこそ決断をしたし、正直離れるってなるともう寂しくてたまらんのんよ普通に。だってこんだけ周りに聞こえてくる音が分かりやすい音で、自分が何親しんだ分かる音でストレスなく会話ができて、仲良しなメンバー同期がいて、喋りやすい同期がいて、いつも支えてくださってるマネージャーさんがいて、劇場に行ったらずっと一緒にやってきたスタッフさんたちがいて、それが一気に
一気に変わるんだもん。周りは何言ってるか分かんないし、これから一緒にマレーシアでやっていくスタッフさんも初めましてだし、KLP 立ち上げだからそれこそ未知なことたくさんあるし、マレーシアはあんまりその芸能っていうのがそこまでこう日本ほどは確立してないらしいから、やっぱりマレーシアのスタッフさんたちも結構探り探りのところ頑張ってくださってるところがすごく多いので、やっぱりねその今までの AKB みたいにこう前例というか基盤がしっかりあってっていうわけではないから、それよりでも不安でしかないしね、シェアハウスだし、何をどう準備して何をどう持っていって何がどうあそこあっちではあるのか分かんないし、もうその不安なこと言ったらキリがないよっていう、だって仲いいさメンバーとかにもそんなにも絶対会えないしさ、家族にだってさ全然会えないしさ、そうだから不安なことを言ってしまえばいっぱいあるんですよぶっちゃけ。だけど壮行会もそうだった、私はなんか正直いやもうめっちゃ不安、なんかその壮行会の日に何をかなってこういろいろ考えた時に不安だっていうことを文章の中にどうしても入りそうになったことはめちゃくちゃありました、めちゃくちゃあったけど、でもあんまり不安不安しいことを言ってじゃあ行くのやめたらとか、じゃあ行かなくていいじゃんって思ってほしくなくて、ファンの人とかに、だからやっぱりそういう風にはしたくないなと思って、壮行会の終始ニコニコな感じでやらせてもらいました。それはもうもちろん不安がないといえば嘘です。ただマレーシアに行ったとしても応援したいと思ってもらいたくて、頑張ります。なので今後どういう活動をどうやっていくか、まあ、劇場とかがないんで、そうまだね劇場がないから、その AKB の時みたいにこうシアターに前に立ってとかがないから、それまでの劇場ができるまでの期間どういう活動をしていくかっていうのはまだまだ全然分かんないんだけども、うん、まあまあなんか楽しそうな報告ができたら、うん、嬉しいなって思うますます。まあそんな感じで2時間15分ほど喋ってるんですけど、そろそろ、はい、終了にしたいと思います。これタワーとか全然私分からんわ。うわー負けた、水撒いた、決めて。そうちょっと待って、ないからだろうねタワーの人が、ちょっとタワーの人がないからがわからない。うえん、あでも岡山
んさんからじゃない、22位からじゃない、どう合ってんじゃない、合ってる合ってる合ってるんじゃない、違う合ってないかな、あママが送ってくれた、あ違うって、あその上からかな、21位からか、なんか送ってないのに送ったとかなったら超ひかるゆくゆくさんからか、あ20位からか、20位からでした、すいません投げてないのに申し訳ない、20位からでしたね、じゃあちょっとタワー投げてくださった方々をちょっとねたくさんいらっしゃいますので読ませていただきたいと思います。秀幸さん猫タワーありがとうございます。春太郎さん猫タワーと頑張ったかけ10、ちょっと待って、そういうことか、はい、そしてですね、で女性ファン仰天ゆり子15歳最後ですさん、パンダタワーありがとうございます。そして、ナーラブさん、猫とパンダタワーありがとうございます。んでヒカル 400X さん、パンダありがとうございます。それで、サーマサさん猫ありがとうございます。んーね、リッチーさん猫とパンダありがとうございます。それで次がカズさん猫ありがとうございます。で地道な走り屋さん、パンダと口紅が20かちょっと30かわからない、20か30かちょっとどっちかはママがわからなくなっちゃったって言って、でありがとうございます。でマックスエイトさん、パンダありがとうございます。ナッティさん、猫ありがとうございます。アーさん猫ありがとうございます。マーニャンさん猫とパンダありがとうございます。つかいしーさん猫ありがとうございます。ロバさん猫ありがとうございます。ユミゴンさん猫ありがとうございます。シンドさん猫ありがとうございます。ワイマツさんパンダと猫にありがとうございます。ニケオさんクマタワーとパンダと猫とありがとうございます。でボムジンアットミューディーさん、パンダありがとうございます。でラストですね、ザック1973さん猫タワー2と10万字クマワッショイタワーありがとうございます。その他にも皆さん投げてくださったりコメントしてくださった皆さんありがとうございます。今ね読んだのはタワーとかを投げてくださった方々を読ませていただきました。
ほんでランキングの、あ、なんかちょっと待って飛んできた。ひろくんさん、猫ありがとうございます。たかさん、猫ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。でランキングに戻ると、ランキングが壇上が13位からなので、ちょっと13位から読めますね、ランキングを。今から今のはタワーを投げてくれた人を読んでるだけで、別にランキング読んだわけじゃなかったので。あ、ひろさん猫もですね、猫2個、ありがとうございます。じゃあここで、13位からランキングを読んでいきますね。壇上ね、13位近いしさん、マレーシアに行っても変わらず応援してるよ、ありがとうございます。12位ロバさん、11位ナッティさん、10位マックセイトさん、9位ヒロくんさん、8位アーさん、7位リッチーさん、6位マーニャンさん、今までもこれからもずっと言い直しありがとうございます。5位ニキオさん、お疲れ様、一席してもずっと最推しです、だってありがとうございます。4位ワイマツさん、 KLP でビッグ仰天になるのを楽しみにしてるので、ありがとうございます。3位ハルトラさん、 KLP でも頑張って仲良しキャラ楽しかったよ、だってありがとうございます。2位がジミチャシアさんで、 KLP 席後森奈さんが世界一の神推しだって、ありがとうございます。そして第1位がザックさんで、これからもずこれかこれまでありがとう、ずっと運命の推しメンでしたって、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なんかもうなんかすごい すごいことになっとるわ、タワーが。よし、ちょっと待って、あれを読みたいんだけど、どうやって見るんだっけな、なんか累計か合計かみたいなやつ、あれどうやって見んの、あれ見方わかんないんだけど。あー、ちょっと待ってくださいね、あの読むんで。あー、そんな焦るな焦るな、みんな。待って待って、どうやって読むの、私読み方わかんないんだけど。ライブランキングの横、あ、これか、来た来た、あ、30位まで表示されるから、じゃあ30位から読もう。ちょっと待ってくださいね、僕ちょっと喉がそろそろしんどい、なんか乾燥してるんだわ今。よっしゃらん、30位ツッチー、ずっと大好きな人だし応援してるよ、伝われ、ありがとう。29位ふふさん、28位やめさん、27位くましろさん、26位きみなみさん、25位食べ過ぎ、あ、ばばば、間違えた、食べ過ぎ飲み過ぎ、ゆなはすごいのよ、だからきっと大丈夫、ありがとう。24位トッティタピたはー、トキタピさん。23位カナッチありがとうさん。22位リュッケさん。21位アキッコさん。24位思いっきり暴れてきないってらっしゃると、暴れやしないけど頑張りやす。19位ヒテツーさん。18位キリアさん。17位カズさん。ユナナどこに行っても、これ読めない、に行っても大丈夫、ずっと応援し続けない、ありがとうございます。16位メトロポリさん。15位アキアさん。14位コヨシさん。13位オカヤンさん。これからもずっと自慢の推しです、だってありがとう。12位マックセイトさん。11位ワイマツさん。KLP でビッグ業店なの楽しみですね、ありがとうございます。10位シンドさん。一生ゆうの推し See you inマレーシアー、だってありがとう。9位ユミゴンさん。
これからもずっと応援してよってありがとう。ハチマーニャンさん、今までもこれからもずっと応援してありがとうございます。七色葉さん、6位ナッティさん、5位ヤングさん、4位チカイシーさん、マレーシアに行っても変わらず応援してよ、ありがとうございます。3位春太郎さん、なんだかんだ好きだったかも、わらってな、わら。2位タカさん、さよならじゃないしばしの別れさ、だって。いや別れではないんよ、ごめんやけど別れではないんよ。そんな会いに来てくれたら別れではないから待ってるよ。そして1位が地道な生さん、 KLP 石ごみのさんが世界一の髪のせいだって、ありがとうございます。はい、というわけでですね、まあぜひ皆さんマレーシアに来てくれたらゆりなちゃんとはいつでも会えるんで、マレーシアにみんなが来てくれること、そしてマレーシアに来れる何かイベントがたくさんできるように頑張りたいと思います。じゃあちょっとこの素晴らしいあれを写真に撮っとこうというの、まあみんな明日6月1日もよろしく。僕も6月1日は仕事もある、頑張ります。よし、オッケー。じゃあそんなわけで本当に2時間半もロングロングありがとうございました。じゃあそんなわけでですね、いやー明日メールね送り忘れるかもしんないわ、朝ね仕事をしててね忘れそう、マジでわらわら。宿所タイムとかしないの？宿所タイムしないの？え、してほしいって言われるんならするけど、しないのって言われたらしないかもね。いやいや、やってあげるよ全然、いいよいいよ。よし、じゃあやりましょう。じゃあとりあえずピースから、はいチーズ、あとはじゃあとりあえず僕の綺麗なハート、ちょっとネイルはげてるんで気にしないで、はいチーズ、じゃあこっちのハートも最近よくする、はいチーズ、あとこっちも、はいチーズ、あとはこっちも、はいチーズ、あとはこれも、はいチーズ。じゃあ AKB の AA、 はいチーズ、 AK、 はいチーズ、B、 うんチーズ、フォー、はいチーズ、最後エイト、はいチーズ、はい、いかがでしょうか。撮れましたか皆さん。
イエーイ撮れた、ありがとうございます。じゃあ本当に毎日アイドルは今日で終了になりますので、本当に46563人の皆さんありがとうございます。ショールーム結局私どれぐらい続けたんだろう、何日っていうと日数、あヨッピーさん滑り込みですいません、タワーありがとうございます、ありがとうありがとうございます。そうですね、何日日数で言ったら結局ルームレベルは3121です。ということは3120ルームレベルって何なんそれ、え、ここ日数それ毎日アイドルの日数じゃん。ああじゃない、毎日アイドルだって途切れてるもん、ゆりなじゃない日数の話してるの。毎日は2431だけど、だけどもっとやってるのよ私、もっとやってんのは分かんないか、うん、分かんないね。じゃあね、ルームレベルが言うの日数かと思ってた、そんなわけないか。じゃあまあとりあえず毎日アイドルとしては2400だけど、まあもうちょっと多いってことだよね、高3の終わりぐらいから始めたから。ね、そんな感じです。本当にありがとうございました皆さん。じゃあ本当に終了にしたいと思います。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。またいつか配信でお会いしましょう。本当に長い間2時間半も付き合ってくださってありがとうございました。たくさん振り返りできてとっても楽しかったです。じゃあ AKB48 の仰天ゆりなでした。本当にありがとうございました。バイバーイ。